宮殿自慢の大浴場だよ。本来雨季にしか使わんのだがね。すげえゴージャスゴージャス、これが一番だ。楽しいかお前ら。いや、会食は実に楽しかったよ。時期が時期だけに清楚に済ますつもりだったが、君たちにかかれば何でも宴に変わってしまうようだな。まあ、そろ見ろよ、修行ができるぞ。修行修行。何のだよ。で、問題はどっちで。アホか、言えるわけなかろうが。ビビ様もおるのだぞ。ケチケチすんなって。あの壁の向こうだ。国王これやろ。おお、さあ生きる口だね。気持ちいい。こんな広いお風呂がついた船ってないかしら。あるわよ、きっと。海は広いもの。巨人もいた、恐竜もいた、雪国には桜も咲いた。海にはまだまだ想像を超えることがたくさんあるんだわ。その交代。ありがとう。あ、ちょっとみんな何してるの。あいつら